はい、高須ダイナースコスキースノーボード専門チャンネルのあれです、じゃあ今日はね、ちょっと変なところに来ました。ここさん、あれさん、あれがね、どこかっていうと、あれがね、ダイヤモンドクワッドリフトの乗り場で、あれがチャンピオン、じゃあ、なんだっけ、忘れた。あっちのセンターハウスから登ってきたところの初心者用のリフトの降り場、です。で、ここさ、あそこでね、ここのコブあるじゃん。あったんですよ。今日はないけど。あそこで一級のコブをやったことあるんですよ。で、ここ急斜面なんだけど、ここさ、ほら、新設のことじゃん。なんかさ、頂上に来て、なんか銀河の赤兜、熊の赤兜になった気分だな、これ。プラストになってないで滑れるな、これは。やってみようか。こけたら、こけて、スマホのカメラがね、天井を向いて、空を向いて滑ってったら、笑ってくださいね。ちょっと待って、人が、うまいな、あいつ、うまいな。よし。ちょっと。全然うまく滑れんかった。全然うまく滑れんかった。いや、おもろいな、この斜面。ここ何度あるかな ?35 度か ?35 度あるかな。ここ面白いよ。ちょっと短いけどね。短いけどおもろい。だから誰も滑らんでさ、こんなとこ。ちょっとこの板では。こんな難しい、今日雪じゃないから。いや、面白い。うん。あそこね。40度ぐらいかな。ここが32度ぐらいかな。はあ、面白いですね。うん。で、ボーダーさんね、こう滑ってあそこにリフト乗りたいなら、こっち行った方がいいです。こっち行って U ターンしたら、あの辺で止まっちゃう。うん。林道が狭すぎてね。うん。で、このネットは、なんでしてあるかっていうと、リフトに突っ込む人がおるから、だと思います。多分ね。じゃあね、バイチューに行こう。他の動画も見てね、バイチュー。